バイスロード川崎店に来ました。新店です。今ちょっと見に行ったんですけども、かなり新しいですね。本当にいろいろと新しくなってて面白いので、まあ、簡単にご紹介していきたいと思います。そういったですね、まだまだ需要を掘り起こせると、言ったことを実感している次第でございます。 It's impressive store and the shop and something like this that I have a chance to、まあ、まだまだ若輩者ではございますが、皆さんを代表させていただいて、来賓のご挨拶をさせていただきます。なんです、まあ、一応自己紹介させていただくと、私はこの業界というかこの会社に30年やらせていただいてて、ミスター・フィナレロもいます。店内非常にすっきりしてますね。動線がかなり確保されてますが、とっても広くて、なんて言うんでしょう、入りづらいっていう感じの感覚はおそらく全然ないと思います。エレベーターもあります。エスカレーターを上がって2階に行くと、ウェアとかアクセサリー関連のパーツがあります。めちゃめちゃ種類です。こんな感じになってます。それレディースウェアがあるのかな。こっちにもリブがあって、結構レディースの種類が多いと思います。マビックですね。こんな感じでポップがあったりしてですね、非常に見やすくなってます。なんか自転車屋というよりかは、こうショッピングモールの中の洋服店のエリアみたいな感じですね。でこっちの方行くとプロチームのウェアがあります。なので BMC、 アイスファイヤー、スカイ、教育セガフレートジャージもありますね。スポーティフルな洋服も全部あります。何やら面白そうなものも置いてあります。試着室、フィッティングルームもすごい綺麗です。クラフトで、バッグもね結構揃ってますね。ブルックスのバッグが揃ってて、クロームのバッグも揃ってます。個人的にびっくりした、ものすごい量の種類のヘルメットがあります。なかなかここまでヘルメットの数を揃えてるお店っていうのはなかなか見ないですね。これはすごいです。でなんとシューズの数も半端ないです。シューズ靴屋さんじゃないですかってぐらいのこのシューズの数ですね。何でも揃ってます。SL から SPD までいろいろありますね。靴下の種類も半端ないですね。でフィートとか珍しいものを取り扱ってますね。各種アクセサリーも豊富に揃ってます。はい、ホイールです。ホイールも揃ってます。こちらの方行くとアクセサリーですね。ライトとかサイコンとか、タイヤとか、まあ、
この辺の細かいパーツが置いてありますね。ペダルもほぼ全部網羅してますね。